は、お城インスタグラマーの香里です。今回は関ヶ原を巡っていきたいと思います。関ヶ原を巡る前に、まずは私が名古屋に着いてからの動きを見てください。それではどうぞ。名古屋駅に着いたよ。久しぶりの名古屋駅。さあ、レンタカー借りに行きますか。まずは一人で運転して大垣まで向かいます。今回は J ネットレンタカーっていうところで、車を借りてから行きます。セルフ受付対応の無人カウンターっていうことらしいです。ドキドキ。めっちゃマニュアルがある。なるほどなるほど。あ、これならなんかできそう。この鍵付きのキーロッカーからキーが出てきたよ。こちらのビッグちゃんで行ってきます。関ヶ原に来たよ。石田三成陣跡に来ました。去年はね、11月入ってから来ましたけど、今年は10月21日関ヶ原の戦い当日に来ることができました。イエーイ。マジ上がる、上がりすぎる。最高だね。っていうか今日はあの関ヶ原の当日なんだけど、お参りして、お参りっていうのかな三成陣に来てる女子が多い。三成詣でしてます今。21日に来とかないと。いや、そうだね、そうだね。いや、ほんとそれよ。みんな使命感のもと来てるよね。あー、やば行くか、行きましょう、行きましょう。そうだね、そうだね。ここであんまりキャッキャしすぎるとまた前回みたいにね、真っ暗だったもんね。真っ暗、土砂降りだったもんね。去年のその関ヶ原の様子はこちらの YouTube から見てね。去年は女子3人で来たけど、あれも楽しかったね。楽しかったな。雨降ったけど、そうそう、いやマジ出るかと思ったよね。怖かった。421年前の今日ですね、はい、関ヶ原の戦いが行われたわけですね。そこー、左近の陣、左近の陣跡。うわぁ、徒歩5分。え、なに、こっちの方がいいね。でしょ、知らなかった。こっちこっちの方がいいよ。私前、一番上こっちから来て、こっちの方がいいじゃんって思って。え、いいね、こっちいいね。4回目の関ヶ原にして初めてずっとあっちから行ってた。確かに来たから。あ、つわものだよね。わ、なんか怖い。でもこっちの方が元気あるっしょ。いや、あるけど出そう感もすごいあるんだけど。え、こっち何、この道何、この辺に多分こう、あの昨今とかがこの原あるぞ。ある、魔法坂ある。ここの上とここがちょっと昨今がいたっていう。昨今、あーやばい、あの関ヶ原の映画のあのシーン。うわー、ね、待って待って、画面で見るとめちゃくちゃ怖いんだけど大丈夫、行こうじゃん。そうだね、そうだね。我々も西軍側の人間だから、そうそうそう、ぜひ呪わないでほしい。リスペクトして、そう、そうなの、そうなの。でもなんか iPhone の方が明るく見える。実際もっと暗いよね。なんかメイドに繋がってそうだもん。やば。タイヤの方から。そうだね、そうだね。こっち怖すぎるわ。暗いし。うわ、良いね。てかさ、でもナッチとさ、こういう道歩いてるとさ、比叡山思い出すんだけど。比叡山シャトルバスとか。まさか比叡山で登山すると思わなかったよね。比叡山での登山の模様もこちらの YouTube からご覧ください。やばい、やばい、着いた。いや、わかる、いいね、こっち側初めて知ったわ。ちょっと息切れしてるかも、悲しくないもはやね。いいですね。去年雨降ってたもんね。多分ね、今の10秒ぐらいしかなかった。いや、本当に。しかも、もはやちょっと怖かったよね。旗っていいよね。旗、私も旗欲しい。何？何あの石碑。え、気づかなかった今まで。え、うわ、すごいいい。
ヶ原古戦場。関ヶ原の関がめっちゃ難しい感じの関使ってる。わあ、いいいいいい、すごいいいよ。空の色とめちゃくちゃいい感じよ。陣の配置図を見てみよう。あ、本当だ。うわー、良いです。え、こんなん流れんの初めて知ったね。無理。そうだよ。一気に勝敗を決しようという作戦。そこの毛利がさ、こっち来てくれればさ、後ろからね、ね、動く気配はありません。ふざけやがって。あー、もうここだけしか頑張ってなかったもんね。ここだけだよ。そう、これこいつらもなしたから、うん、ここだけ。ここほんと薩長ってさ、ほんときから嫌いだわ。もうしかもさ、その所領安堵とか言ってさ、家康になんか丸め込まれたこいつらがさ、安堵されてないわけじゃん。所領安堵されないぐらいだったらこっちについてほしかったよ。あれ、長宗壁こんな遠かったっけ。遠かった遠かった。鬼遠いね。鬼遠い。何しに来たんだこの人。傍観しに。これ絶対おむすび食べれる距離だね。おむすびさんこっちでしょ。あ、そっか、おむすびこいつだ。おむすびさんこっちでしょ。こいつ諸悪の根源、こいつ、こいつとこいつ、そう、それから、それからこいつ。こいつらマジで、そう、っていうか、結構マジで何してんのこの人たち。豊臣御子って何。御子はどこ行った。御は、うちのお父さんも怒ってた。うちのお父さんも怒ってた。私は毎回イライラしてる。竹中なんかはさ、秀吉に言い出してもらった。いや、ほんとよ。ないのか。いや、ほんとそれよ。うちのお父さんがこの話抱えた時、いや、長政もじゃん。そう、だから ここいや、ここは、うん、ね、そう、なんかこの秀吉に見出して、お父さんたちがね、見出してもらったのに、そうそうそう、なんでつかないのっていうお怒りをしておりましたね。でもそれ言ったら、私は信長のおかげで大名になったくせにっていう、秀吉も嫌いなんだけど。秀吉好きじゃないのね。大嫌い。ああいう恩をあだで返すやつ、マジで嫌いなんだよね。気づいたら夜になってる。ああ、関ヶ原で西軍についての話をしてたら、くれたね。気づいたら日が暮れた。421年前のこの10月21日に関ヶ原が行われ、笹尾山で三成は戦況を見てたんだね。421年前にいたんだね、ここに。まあ、もう真っ暗になりましたし、うん、借りますか。え、もう何も映んないよ。ねえ、iPhone のさ、最新機種をもってしてももう私を映し出せなくなってるよ。暗いよ。とりあえずもう何も映ってないけど、明日は8時に三成陣に行きましょう。行きましょう。で、三成におはようございますをしてから巡りましょう。三成さん、おやすみなさいませ。竹中半兵衛の里だって。やば、急に出てきた半兵衛。半兵衛の里、ここなの。あ、でも関ヶ原って竹中家のね、領地だからね。そっか、うん、涙出てきた。